しかないわけですけど、まあ、そんな中で僕らはそういうデザインの実験を生かしてみたいなと。当初はこうアイテム交換プロジェクトとかスイッチプロジェクトとか言ってたんですけど、アーメン、まさにヤマハの文字のひっくり返しになってますけど、ミラーリングするようなものですよねみたいなことを教えてる話があるんですね。お互いに持っているものをデザイン商材をですね変えて、勝手にデザインしてお互いの姿を見るっていうようなことはできないかなと。両者がこう分からないなりにでも自分たちだったらどうする、自分たちが普段考えていることを相手側商材にこう移してみたらこう何が見えるかっていうところとても興味があったし、ポーカーみたいにカードの中身を見せないでパッと出して何が起こるかで、これはもうやはりうちでしかできない実験だと思いますしね。This is Yamaha という感じで作りました。 There is the actual keys themselves are really finely balanced. 叩けば音が鳴る。でそれゆえに非常に構造がシンプル、楽器としてのその体裁を持って塊感のあるものからインスタレーションみたいなものまでやっぱり当然あって、イメージとかエネルギーみたいなとかなんかそういうのをこう放出するようなそういうタイプのアイデアとか作品をみんな考えてるんだと。その楽器のデザインってもう少しこう内面的な部分とか、あと、プレイヤーの弾き心地とか、なんかそういうところをこうどう考えていくかっていうところだったので、ヤマハっていう楽器メーカーがデザインするとこうなるっていう、そこが一番こう選ぶポイントというか。一番結果的にこだわったのってなんか生々しさなんじゃないかなと思うんですよね。どれぐらいデザインしないかって単に新しいだけじゃなくてちゃんと気持ちよく使えるけれども新しくなるようにっていうところがポイントとしてデザインされていて、まあやはり実験である以上いろんな答えが出てくると思ってたんですが、核も、ヤマハの精神性がこんなにセンスとして一致するとは思っていませんでしたね。全然すり合わせしなかったのに実に細かいところまでチェックしたかのようなこうその言い方だったので、すごくこう共鳴し合ってるものができたなと思いました。また夢が広がるんじゃないかなと思ってました。で意外なこう企業と企業の間にそういうものが出てくるみたいなことも考えられますし、ね、まあ、そういうのを繰り返していくとなんか世界が平和になるような気がします。